オリンピックスタジアムはロシアモスクワにあるロシア最大の屋内競技場。オリンピス期スポーツコンプレックスの施設の一つであるが、通常のオリンピックスタジアムが屋外の陸上競技場であるのに対して、この施設は屋内競技場である。1980年モスクワオリンピック開催のために建設され、同競技場ではボクシングとバスケットボールが行われた。また、 1999年のフィバユーロスターズ、2005年のユーロリーグファイナル4、2006年12月にはデビスカップ決勝やロシア発のボクシング、世界ヘビー級タイトルマッチが行われた。2009年のユーロビジョンソングコンテスト、2010年には第50回世界卓球選手権団体戦会場にもなった。2018年7月21日に、 WBAWBCIBAFWBO 世界クルーザー級王座統一戦及びワールドボクシングスーパーシリーズのクルーザー級決勝戦オレクサンドルーシク VS 村とか CF 戦が行われる予定1980サマーオリンピックスオフィシャルレポートボリューム2パート1ピアニッシモ六67から 71CUAT オリンピージャスキーファイナル4ベニュー オリンピスキー・アレーナ、ハット・ユー・ロビジョン・ソング・コンテスト・セルビア2008、ニュース、スバンテスト・キシリアス・メット2009・オーガナイザーズ・イン、モスクワ・ハット・ウシク・ VS が CF、WBSS 決勝7.21モスクワで、虚構ボクシングニュース2018年6月20日。ありがとうございます。